ンンハ漫才どうも よろしくお願いします。タイムマシン三号と申します。ね、漫才頑張っていきます。百三十八万六千。漫才頑張っていきましょうね。今日も元気にね漫才がなんで数字数えてんる。ちょっとちょっとね。何何何やってんの。静かにしろって百三いや何やってんのよ。だから今モンスターハンターライズサンブレイクの発売までのカウントダウンをしてるんだろう。だいぶ先だぞおい。いやカウントダウン始めるにしただいぶ先じゃない。早い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 。分かんなくなった。何。 早い早いって言うけど発売までにもう全然時間ないんだって、うん、やることめちゃくちゃあるんだからやること何やんのよいや例えばだけど、うん、俺めちゃくちゃファンだからやっぱりリスペクトの念を込めて最初からやり直したいんだよちょっと待って最初から最初の「モンスターハンター」からやるってこと 違うよリトルリーグからやり直すんだろリトルリーグって何それえ,え何何何,何いやリトルリーグはカプコンさんが初めて出したメダルゲームだろうん。うん、もう最初のってカプコンの最初のゲームからやるってことそりゃそうですいやせめて,てモンスターハンターからで良くないそれ？あもう発売まで時間ないからちょっと一回外行ってくれえちょっと待って漫才中だからなんで外行くのあの外行って太陽見たくて今何のために だからゲームプレイするときに先行玉投げるだろあれでまぶしいってやられないように今のうちから太陽を見て光になれとくだよ意味ねえだろおいずっとこう見るんだなんでそんなことする必要があるんだよ神社も行かなきゃいけないんだよ神社何しに行くのよいやなんで逆に行かないのえだってさ神社行っとかないとお団子食べた時にど根性が発動するかどうかも分からないそこまでするのそれを願っとくんだよちゃんと発売前にみんなやんなきゃいけないことなのそれみんな行ってるよえモンスターハンターのファンはみんな神社行ってるいや聞いたことないけど何にも分かってないなお前 はいはいはい、はい、えちょっとまっなんで怒られてんの出た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 なになになにこういうやつがね、うん、マルチでハンマー振り回してね、うん、俺を吹き飛ばしたりするんだ <laughs> 何の話してんのよこっちはもう溜めんが決まるぞって言ってるところでこ、バーンみたいなことを飛んでくんだ、俺がクエストにさ、後から参加してさ、こうキャンプ地にあるね回復尺持ってこうと思ったらないわけ、うん お前みたいなのが余計にぶつけるんの俺関係ねえから。一人二個でどうにかしてくれよ。どこにあるあるぶつけてくれてんだよおい。全部ない時あるぞ本当に。言いませんけども。はいはいお前みたいなやつがクエストに参加すると見せかけてマルチできたなと思ったら鉱石マルソンして全然動かなかったりするんだなペラペラうるせえな。行き過ぎしろ途中ちゃんと。バレてっからな。何の話してんのさっきから。火山の隠し部屋とか行きやがって。知らないよ。いいか。ちゃんとしてくれ本当に。大人だったらなもっといろんなことに興味持て。ええー、もっといろんなことなんだよん。他なんか興味あることないのか。 か?。あ、でも、相撲は結構好き。あ、相撲なんか好きそうじゃん。あ、いよ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 。今興味がすごくあって。あ、力士、どんな人好きなの?。あのね、好きな力士は、かむらの里とか。かむらの里なんかいたっけ?。え?。あと、ライロウりゅうも好きでしょう?。うん。まあ、後、かすみりゅうとか、えんごうりゅうも好きかな。モンスターなってんじゃないかよ。離れろよ、いたモンスターハンターからよ。出てくるな、やっぱり。あ、でも、本当に相撲好きで、あの、国技館とか行ったことあるんだけど。空気がね、なんか凛としてて、すげえかっこいいのよ。あ、わかる、わかる。こう力士が入ってきてさ。うん。あ、わかる、分かる。 塩まいてね土俵清めるやつねああこれ生命の粉塵ねなんで回復させるんだよどういうこといやいやそんな儀式ないから鬼神の粉塵も分かの粉塵かけなくていいからねめちゃくちゃ筋肉ついてるいやすごい攻撃力上がってるじゃん行事にかかってんじゃないかよ力士にかけろ力士にいやもう。 すごい行事が力持ちになってるじゃん。いいからそんなのやらなくて別にを。そんな楽しみなの？いや当たり前だろう。 もう興奮しちゃって、全然寝れないんだよ。そんなに、もうレベル2の睡眠なんでうってほしい、知らないけど、それは。で、寝てる俺の横に、オタル爆弾ジを置いて、睡眠爆破してほしい、うんうん。なんで睡眠爆破されたいの。ね、したいんだけど、やっぱりマルチで行っちゃうとさ、みんなで恐れなきゃいけないんだけど、一、うん、人ちょっとまごまごして,て、こう調合してる間に。違うところ、たまが当たっちゃってるとかして、これ、ぼかってなったりとかして、最初の、その石のダメージが。モンスターに当たったりとかして、ちょっとトラブルになるとか、<laughs> そういうことある。興奮すんな。そういうことある。 一人でするる、な、おいそううあやっぱりさっきからずっとうるさい時はやっぱり耳栓のスキルつけたほうがいいよあれがあるとないときは全然違うから違うからそれすらもうるさいんだよなレベル3ぐらいうるさい分かったいいかレックス一式作ろうレックス一式作ったらどうにかなるいいか今漫才やってんよ漫才に集中しろ集中のスキルも大事ですよねやっぱりこう短縮されますから僕はね体験使いですからね構えたあとのねフリバズルうるせえなおいいやうるせえなおい うるせえな。タックルでかわすなよ。やっぱりタックルでね。巧みな技術使うんじゃねえよ。蹴りからのこタックルで知らないけども。しゃぐな。こういう感じ。画角に収まるせめて。ああ靴壊れた。知らないよ。石の素材がやめろ。石の素材が取れた。セクハのないんだよ素材なんか。石の素材だ。つがらないからポイしとけ。ポイだこんなもの。つながれねえだから。そう集中も大事なんですよ本当に。 でもしょうがなないいんんだ、俺。あれ持持っっててですよ。よ。何の絶絶対対モンン。ハみたうも世の中の音とか行動とか何聞いてもモンハンに聞こえちゃうんですよ。どういうことなのそれこの前もさ友達とさ焼肉行ったわけで俺さカルビ頼んだらんか間違えてこうケルビ頼んじゃって間違えるわけねえだろうがよ。えケルビないですって言われちゃって。いや全然違うもんだからねでさその後友達とさマージャンしようって言ったのああいいじゃんいいじゃん俺実はラージャンやっててどうやってやるのよ ラージャンなんてモンスターだからやるとかじゃないからあれは。そこから金になっちゃってさ、こうビーム出ちゃったりとかして。金のラージャンいるけど。いやそうなんですよね。で料理した時もさ、料理俺ちょっとバルサミコス使いたかったのにバサルモス使っちゃって。えらいことだぞ。あんなでっかいのどうやって料理に使うんだよ。そんなピリピリするなって。えライゼックスじゃないんだぜ。もうモンハンで例えんなうるせえな。ついついついつ。終始モンハンじゃないかと今日。ピリピリしてるからライゼックスかなと思って。はい。ジンオガかなと思ったけど。うるせえなもう。腹ルフルもね、フルフルもピリピリできますけどね。腹

言えよ。わ、うん、かりましたよ。はい、はいはい。山本さん。うん。聞いてろ顔がガランゴルムにそっくりですね。ごめんなさいだろいい加減にしろ。どうもありがとうございました。うん